中野の市会議員選挙、今回2回目の挑戦となります中村明文さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、ではこちら今ご紹介いただきました中野市議政人立候補を予定しております中村明文でございます。今一つ訴えていることがありまして、今人口減少社会ということで地域は大変衰退してきております。とりわけ近所の、お店もですね、この何軒かこの年明けてから閉店するようなってことが続いてきまして、私も行政またそれからこの間いろんなところで勉強させていただいたことをですね、ぜひ市会の場所でお役に立てればなと思って今回も立候補させていただきました。この私が当選することによってまた地域の労働者の皆さんのとりわけ中野は非常勤の皆さんが大変多いという地域でございますので、そんな方々の先頭になってですね、非常勤の皆さんをはじめとする地域労働条件の改善にも努力ながら尽くしていきたいなと思って今日は決意表明をさせていただきました。